田和樹さん、ありがとう。アルプスの牧場さん、ありがとう。スバル、ありがとう。カイタさん、ちゃんとさん、ハローさん、スバル、ありがとう。今日ゆるゆるよろしく、よろしく。楽しみ。緊張するけど楽しみです。ハローさん、スバルさん、ありがとう。なんかリハで結構ね、汗めっちゃかくかもしれないしって言われたから、もうなんかもうすっぴんです。みんなそうじゃね。緊張します。感じやつ、うん、大事大事。おはよう。楽しみます。マジで本当に今日は楽しみます。緊張しかないけど楽しむのが一番だからね。楽しみます。レッスンシューズ新しくしたんだけど、なんかエアマックスみたいな空気が入ってるやつにしたんだけど、なんかエアマックスって横幅がめっちゃちっちゃいらしくて、見よう、足の形が人と違って、人よりなんか足の幅が、横幅が大きいから、なんかもうマジで小指めっちゃ痛かった。折れ曲がってた。ストリーム楽しみ。ストーリーすごくいいので、1部も2部も楽しいと思います。やばい、なんか今日っていう実感がないんだけど、まだ楽しみ。やばい、めっちゃ緊張する。緊張マックス。サイズ的にはめっちゃぴったり、ぴったりとかちょっと大きいぐらい、ちょっと大きいっていうか、まあ、幅があるいい感じなんですけど、なんか普通にミユの足がいつもなんか靴買うのも困ってるんだけど、普通にミユの足がおかしいだけ。B 列ね、なるほど。チェンタさん、ありがとう。深呼吸してファイトです。楽しむ気持ち脱出、確かに。ナイキの足の写真を見てたのか。ナイキとかじゃなくて全部そう。
ね、ポンタさんありがとう、瀬戸市さん、しんべヱさんありがとう、北さんありがとう。この PP がすごくうるさいんですけど、この車が壊れてるから PP 呼んだよね。すいません、うるさいだったら。うるさいですね、本当にうるさくて困ってる。ナイキ問わず、マジでアディダスとか、なんか、ミュー、好きな靴が全部履けない。ハンドアじゃない、違う。これね、ミューの車、最近よくなるんですよ。何回もなる、途中で。今日は DMM に参ってほしいって方、ありがとう。マジで本当に後悔しないですよ。あ、終わった。本当に無理。このピッピ音がちょっとね、最近ミュウの頭をカチカチンってきてるから。おはよう、早く車買い替えてほしい。おはよう。もうなんか履き慣れたら結構ね、いいかなと思ったんだけど、全然痛い。バイクさんありがとう。これから現場向かいます。ありがとう、待ってます。現場で、今日の現場フルライブ、あつもん、おはよう。シートベルト、いやちゃんとシートベルトとか全部やってても、急に最近こうなるから、もうこの車が10年以上乗ってるらしいから普通なんだって。ラクラさんありがとう、スパイクさんありがとう、ニキさんありがとう。それな、車ってね、分かってるよ、気軽に買えないって。でもなんかけど、もう本当にうつうつになる、このうるささ、ピッピのうるささが、ビー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 、もういやーってなっちゃうから、もう無理、共演 NG なので。なんか車のなんかを部品とか全部変えたりするより、新しいの買っちゃった方がいいっていうのを聞いたから、何度言った、マジ朝声出ない。泣いてるよね、全然うるさいよ。 M さんありがとう、おはよう。昨日温泉行ったんですよ、めっちゃ気持ちよかった。昨日ちょっとね、レッスンが思ったより早く終わったから、一回体を休めようと思って温泉行ったら、本当にもう気持ちよすぎて、もう最高。髪型ね、どうしよう、決めてないよ。やっと見て、コープの生協のゼリー、だから今行きたかった、よじゃって、本当に来てほしかった、マジで。本当に今日は最高なので、多分結構当日券あるみたいだよ、当日券あるみたいです。皆さん
え、でも本当に一部完売して二部も本当に昨日の時点、みんなで告知した時の時点でマジであともうちょっとだったので、ちょっと実現出ちゃったんですけど、実現ちょっと1000円値上がってない、5000いくらになってたよさっき見たけど、当日券じゃったからじゃない、チケットはなんとかで買うみたいな。あとなんか推しなんとかってマグネットが発売販売されるみたいな。温泉って心にも体にもいいよね。え、それな、温泉はめっちゃいいです。最近はハマって、なんか友達と行ったんだけど昨日、なんかその子も温泉好きで、みゆの一番の心の友達、心の友達ってか心も何でも分かってくれてる、みゆがアイドルしてることもいっぱい応援してくれてる。応援してくれてるの？めっちゃ応援してくれてるよ。しかもなんか一部の子にはなんか何それみたいな、アイドルのこと言われてるけどその子は本当に、ライブ見に行きたいとかグッズ買いたいとか、みゆのことをめっちゃ一番に応援してくれてるお友達だから、もう大好き。じゃあその子が大丈夫な時行こうかね、一緒に誘って。うん、来るって言ってた。本当？いや、グッズは欲しくないじゃろ欲しいって言ってました。言ってた。全然ね、あげないんです。しょっちゅうあるのにね。来ませんよね、みゆでもグッズは。しかもすぐめっちゃみゆ愛情表現されたらめっちゃわもう大好きってなるから、その子のやつ、なんていうの、その子がめっちゃ結構みゆに愛情表現してくるんでしょ。時間がこうやって普通に話しててもなんかもうマジで本当にみゆ大好き、もう本当に生まれてきてくれてありがとうみたいな、もういっぱい言ってくれるからもうってなります。全然でお風呂行ってたよね。結構友達となんてお風呂あんま行かないじゃないですか。でもお風呂も一緒に行けるし、なんかどっちかがちょっとバッドモードに入っちゃった時もどっちかが支え合える仲だし、本当にも好きです。でもあれよね、ハチさんありがとう。そのぐらいの年ってあまりお風呂一緒に行けないよね、恥ずかしくって。そういうのないのはすごいね。ね、年頃だけどそういうの別にない。じゃあカラオケでも何でも行ける？それは話が違う。お風呂友達お布団です。お布団って初めて聞いた。八丁堀かどこかのお化け屋敷行くの、ね、あるの八丁堀。八丁堀、あ、パルコかな、パルコの上のやつですかね。あれ9月1日ぐらいまでしかないから早く行かないといけない。チケットもらったから。りゅうちゃんありがとう。お化け屋敷好きなの？お化け屋敷好きだよ。好きじゃないよ。友達とだったら全然行こうやってなるけど、一人ならもう、そうね、って感じです。本当にあった怖い話とかこの季節とかテレビとか見ないもんね、みゆ見ないよ。何が面白いか分かんない。それが友達がいたら、え、見ようってなるけど見ません。じゃあ一人でギャギャ騒いでる、もしかして怖くて。何が？え、お化け屋敷とか。一人ならさ、え、ギャーギャー言ってる。一人ならね、友達となのかもんす。優勝券届いてるよ。え、なんか笑ってごまかすけど、ほんまはめっちゃ怖いえ、めっちゃ笑って、あ、めっちゃなんか、いや、なんかおもろくない、なんか、え、なにこれ、なんか暗くない、怖くない、ごまかしてるけど、いやけど、いや、もう正直めっちゃ怖い本当にやめていただきたい。早く出たいって。本当に脅かすのとかやめていただきたいなっていうのは。M さんありがとう。絶叫系は好き？遊園地とか。絶叫系は好き。まあ、怖さは違うけど。お風呂行くのは親友。そうなんだよね。みでさんありがとう。
かいさん、しついさんか、ハートありがとう。髪型って実行してくださいって言うの、ヘアメイクさんに。ゆうこえんか、ありがとう。こういうのがいいですって写真見せて、ハチさんありがとう。それがまだ決まってないの？決まってない。やばい、何個、やばい、やばい、ここ、これやばいよ。どうしたの、プチプチ？あ、あれ、クマ？クマメイクで隠れない？え、隠れないんだよね最近。やばい。あのクリスチャン・ディオールさんの使っても無理。え、じゃあひーちゃんに相談したら、美容部員なんでしょ。え、めっちゃ寝たのに最悪。なんか友達の前でキャーキャー騒いだれた。え、ぶりっ子って思われるじゃん多分。とか思っちゃってやってない。そういうのはやってない。花火職に 何位だったのかな。35。キャシャンさんありがとう。でもなんか順位は別に上じゃなくていいかな。達成はしたい。そう、ちょっと待って、あ、恥ずかしい、見ないで見ないで。それじゃあ男女読みします。13位、8、32、瀬戸市、31、ポヨン星人、32、奈良倉さん、9位、西さん、8位、リッチさん、7位、キットさん、6位、ヒラシさん、5位、キーマくん、4位、スパイクさん、3位、スバル、2位、ちゃんとさん、1位は、カイトさんでした。お配信見に来てくれてありがとう。野球選手みたいに、黒いの晴れしくない？それな、もうね、ハロかな、マル選手みたいなね。ちょっとね、エロかな。一人だけ？一人だけ？でも、黒は嫌だから、わかるじゃん逆に。だから白にしようかな。いや、日焼け防止のやつ、あ、眩しいの防ぐやつかな。あの線って、あれは強そうに見せたいんじゃない？違うと思うよ。それじゃあ皆さん今日待ってます。バイバイ。